あっさりしてるんだけど味があるっていう、こっちがね和牛です、こっちが国産牛、お肉っていうのはね、あの日本だね4つ手に入ります。はい、お世話になっております森田の宮崎です。今回はね牛肉の頬肉を紹介したいと思います。前半戦はねこの頬肉がどんな特徴のある部位なのかをね、説明させていただいて、後半はこの頬肉を実際に買う時に注意点だったり、上手な買い方っていうのをね紹介したいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、これがね頬肉です。頬肉なのでほっぺたのお肉ですよね。これ和牛の頬肉なんですけども、これ右と左、ほっぺたのね右と左があって、こっちが外側 でこっちがね内側です。膜がついてるような感じ、これね骨がついてるところですね。骨の皮がついてる感じです。ここはすごく硬い、これは取りますけどね。特徴なんですけども、まあ他のお肉の部位に比べて筋がたくさん入ってるんですよ。そのまま焼肉みたいにするとね硬い部位です。その代わりコラーゲンの美味しさっていうのがねあるんですよね。で煮込みに使われることがね、まあ、一番多いのかなと思うんですけども、まあ、筋を取って薄く切って、焼肉としてもね、使われることもあります。肉質の特徴はすごくねあっさりしてるんですよ。意外に筋がたくさん入ってるんですけど結構あっさりしてます。あっさりしてるんだけど味があるっていう、部位です。じゃあ実際にねこれちょっと筋を引いてどんな感じなのかねちょっと見てみましょう。はい、簡単にね、上の筋を取りました。こうやってね筋取るとすごくちょっと和牛なんでねちょっと霜降りになって美味しそうな感じです。これがね外側、内側のこのね骨の皮、骨肌って言うんですけどね、これがすごく硬いので取ってきます。この骨肌はねちょっとあのこっち側の筋と違ってこっち側ねちょっと難しいです。包丁がなかなかこうスッと入らない。はい、取りました。外側の筋取って、内側の骨肌取って、ちょっと大きめに例えばここね切りますね。よいしょ、断面こんな感じ、わかりますかね。すごくいい頬肉です。和牛なんでね、綺麗な細かい霜降りになってますね。ここ真ん中にこう筋が入って、こういうこれね筋肉なんですよ。こういうの。これがね煮込むとすごくあのね味がある感じになります。焼肉っぽく一回切ってみますね。これね頬肉って言いますけど、ね、焼肉屋さんで天肉っていう言い方もします。あんまり柔らかくないんで、これこういう半分ぐらいにしてこれで焼肉用みたいな、結構ね美味しいです。ね近いところで言うとタンみたいなね感じです。タンよりはねちょっと味のある感じなんですけども、あの赤身の味のする部位です。ちょっと硬いですけどねすごく美味しいです。シチュー用だとこれ、そうですよね、これさっき切った大きい塊を3つにしましょうか。3つにします。これすごく大きい感じです。このぐらいこういうふうに煮込みようみたいな感じ。いい大きさっていうとこのぐらいいい大きさですね。このぐらい、こんな感じ。まあ代表的な料理でいうとやっぱり赤ワイン煮込みっていうのがね、一番多いのかなと思います。これがね、今処理した和牛の、頬肉です。でこれはね和牛じゃないんです。国産だけど和牛じゃない、国産牛の頬肉です。ホルスタインってわかりますかね、白黒の国産牛。これをねちょっと処理してみます。断面がねこっちがね和牛です。こっちがこっちが国産牛です。これどっちも頬肉なんですけども、あのこんだけ違う感じわかりますかね、違いが。煮込んだらどっちも柔らかくなるんで、柔らかさっていうのはね変わんないです。こっちのね焼肉に切ったのはさすがにあの和牛の方が柔らかいですけども、この煮込みにする場合は
どっちもね、結局煮込むんでどっちも柔らかくなります。じゃあどこで差が出るかって言ったらね、味に差が出ます。味に差が出るって思ってください。はい、じゃあ実際にこの頬肉を買う時の注意点っていうのをね、説明したいと思います。同じ国産の頬肉でも、和牛じゃないものは国産だけしか書いてないです。で、和牛のやつは国産和牛って書いてあったり、和牛頬肉って書いてあったりするんで、この同じ国産でも見比べてね、欲しいと思います。でね、頬肉っていうのはね、あの日本ではね、4つ手に入ります。で、1つは和牛頬肉って言われるもの、これがまあ一番高級だって言われるものですね。その次、この間に交雑種っていうのがあります。交雑種も国産頬肉って書いてあります。和牛交雑種で、まあ、乳用種、まあ、この2つは両方国産牛です。で、もう一つ、輸入牛の、頬肉っていうのが結構ね、出回ってるんですよ。で、インターネットとか叩いても、なんか高級頬肉ですとか、煮込んですごく美味しいですとか、すごくデフォルメされてね、結構売ってたりするんですけども、よく見たら国産っていう表記がなかったりするんでね、そういうものはもう大体アメリカ産だったりオーストラリア産だったりするんでね、まあそれが悪いっていうわけじゃないですけども、ただあの表示っていうのをね、よくね見てほしいかなと思います。あと、どんな形で売られてるかっていうとこですよね。で、それぞれ取ってあるのか取ってないのか、角に切ってあるのかで、全てね値段が変わっていきます。まず4つあるので、ね、値段が変わるのと、こう処理がしてあるしてないでね、値段が変わります。スーパーとか精肉店とかではね、あんまりね見ることはないと思います。やっぱりね、買うのはインターネットになると思います。やっぱ数が少ないんですよね。1頭でこれがもう2枚しかついてないので、なかなかこう流通してないっていうのがね、まあ、今の日本のね現状です。はい、今回は牛肉の頬肉の紹介をさせていただきました。何かのね参考になったら幸いです。チャンネル登録、そして高評価をして、応援していただけたら嬉しいです。コメントの方もねお待ちしております。よろしくお願いします。はい、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。